Bonjour, online 3つ語学校 ensemble en français 講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。皆さんどうしましょう。宝くじが当たってしまいました。びっくり仰天しています。これで私も億万長者ですね。では今日はびっくり仰天しているという表現をご紹介しますね。Je n'en reviens pas. 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 私は驚きから覚めないという意味で、驚いた状態のままびっくり仰天しているという意味で使います。revenir de 何々で驚きや迷いなどから覚めるという意味がありますよ。宝くじに当たって本当にびっくり仰天してますよ。え、いくら当たったか知りたいですか？内緒にしてくださいね。実は3000円です。今日の晩ご飯は美味しいもの食べに行こうと。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!